さて、それではここからは井戸端トークパート1、戸塚町内会コーナーです。戸塚の町で頑張る方々をゲストにお招きしてお話を伺っております。本日もスタジオにお越しくださっているゲストをご紹介しましょう。本日は戸塚第三地区連合町内会戸塚グリーンヒル自治会から会長の坂崎俊夫さんと防災責任者の石井誠一さんです。坂崎さん、石井さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、今日は戸塚グリーンヒル自治会について伺っていきたいと思います。まずは戸塚グリーンヒル自治会なんですが、どのようなところなんでしょうか。お二人の自己紹介も含めお願いできますか。はい、じゃあ自己紹介からいたします。はい、私は戸塚グリーンヒル自治会会長の坂崎俊夫と言います。年は76歳です。おお、若いですね。趣味はゴルフです。はい、あ、いいですね。月1から2回ぐらいはやっております。それにしては焼けてないですね。いや、焼けております。手焼けてる。あ、本当だ。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、石井さんの自己紹介お願いできますか。はい、私、石井誠一と言います。で、私、2012年から防災環境の組織立ち上がってるんですが、私、2017年から防災委員長2代目として拝命して現在に至っております。で、私は年齢は71歳で、趣味はですね、そうですね、まあ、旅行が好きで、まあ、コロナ前ですと2月に1回ぐらい行ってたんですが、やっぱ温泉が多いですけどね。で、あと、まあ、今年は少しそろそろコロナのあれも明けてきたんで、まあ、そうですね、今年はもうスキーを2月と3月に行ったくらいかな。あ、でもいいですね、羨ましい。まあ、私のしてはそのところです。はい、ありがとうございます。では戸塚グリーンヒル自治会、どのようなところかのご紹介を、じゃあ、坂崎さんお願いできますか。はい、場所はですね、はい、戸塚区の北部にあります。うん、まあ、住所言っていいですかね。神谷部町3043-4にある、はい、戸塚グリーンヒルマンションです。はい、マンションのところはですね、神谷部坂本公園がですね、目の前にあります。はい、それで自然豊かな小高い丘の上にあります。はい、今なかなかあれです、これからセミが鳴く頃じゃないでしょうかね。いいとこです。はい、はい、ありがとうございます。では現在はどのような自治会活動を行っているのか教えていただけますか。自治会活動はですね、はい、毎月、夜夜間防災パトロールを行っております。大事ですね。全校ですね、10班に分けて年間10回ぐらいやっております、ね。うんうん、なるほど。だいたい参加者は、13名ぐらいなんですけども、うんうんうん、ちょっと少ない時は5名という時もあります。それとですね、毎月自治会を、はい、理事会をですね、うんうん、開催しております。うん、理事6名それと防災委員会理事9名で毎月1回行っております。はい、それと7月にですね、マンションの防災訓練を行っております。はい、今月は23日にやる予定です。はい、それと10月にですね、鳥ヶ丘小学校地域防災拠点で実施参加をしております。それと10月にですね、県民体育祭、これは戸塚第三地区連合町内会でやっております。はいはいはい、それへの参加をしております。はい、それと11月にですね、グリーンヒル祭、これマンションのお祭りですね、はい、を実施しております。うんうん、まあ、内容といたしましては、大掃除、並びに、屋台や、抽選、
それとゲーム等を行っております、うんうん、昔はですね綱引きをマンションで持っておりまして、はい、やっておりましたが、うんうん、今もうちょっと老朽化になっちゃうと、うんうんうん、お年寄りが多いものですから、うんうんうん、今はやめております。なるほど。それと最後に近隣の夏祭り秋祭りがありまして、うんうん、去年まではですねコロナの関係でやってなかったんですけども、うんうん、今年からは各自治会やるということで、町内会と交流を図っております。いいですね。はい、ありがとうございます。以上のような活動を行っております。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、次に石井さんは防災責任者として自治会で活動されているということですが、具体的にこれはどのような活動をしているのか教えていただけますか。うん、具体的にはですね、ちょっと今の坂崎さんの自治会長の話とダブるところあるんですが、うんうん、月例で委員会は開催しております。はいはい、であと年間にですね大体15万円ぐらいの予算を取っていただいて自治会からもらって、うん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 、でいろんな防災に関わる備蓄の食材であったり、はい、そんなものを買って、うんうん、あの辺も、保存期限とかあって、まあ、大体5年のインターバルで交換しなきゃいけないんで、はい、大体その予算の中でそういうものを買ったりしております。はい、でもあとは鳥ヶ丘小学校で先ほどもやっぱり話のあった拠点の防災委員会っていうのがあって、うん、はい、その委員として活動を行っております。はい、はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。では今後ですねお二人が取り組みたい活動を教えてください。うん、先ほど年齢の話したんですけれども、うんうん、ご多分に漏れずですね、うんうん、役員はじめ、住民もそうなんですけど、もう年齢が高齢化してしまっていて、なかなか世代交代、次の人に若い人にねいろんなものをやっていただくような世代交代がなかなか進まなくて、それが一番の課題ですね。当然若い人ってのはそういう自治会の行事の参加率もあんまり良くないので、その辺どうやって高めていこうかってことを、その毎月月例の会議なんかでも、はい、一つの課題話題となって話を進めてどうしていこうかってことは毎月のように話をして、うんうんうん、そんな状態です。なるほど。やっぱどの町内会でもねきっと課題に上がる、ね、ことなのかなと思いますが、はい、ではですねお時間間もなくなんですが、最後に地域の皆様へ、メッセージをお二人からお願いできますでしょうか。では坂崎さんの方からお願いできますか。はいはい、ですね、自治会行事へのですね参加促進をお願いいたします。はい、はい、それと防災意識、今防災が多いですから、防災意識の向上、これに力を注ぎたいと思います。はい、それと防災備蓄の推進、今石井さんが言いましたけども、結構なかなかやってるんですが、もっと新しいものがあったら、備蓄をしていこうかなと考えております。はい、はい、では最後に石井さんお願いできますか。今言ったことと重複するんですけれども、やっぱり一般の住民の皆様はその備蓄とかってことにあまり関心が薄いんでね、何か機会を取られたらそういうことを啓蒙周知するように努めてるんですが、その辺が一番大きな課題ですね。はい、はい、ありがとうございました。ということで、本日は石井さんのリクエスト曲、竹内まりやさんの人生の扉をおかけしたいと思います。ということで本日戸塚町内会コーナーは戸塚第三地区連合町内会戸塚グリーンヒル自治会会長の坂崎俊夫さん、そして防災責任者の石井誠一さんをゲストにお迎えしてお届けしました。坂崎さん、石井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。